んにちは、馬車高代です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。ご機嫌9世を使ってみんなで幸せになりましょう。では、今回相性シリーズの自分が6泊金星さんでお相手が9子火星さんというパターンに参りたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。では、6泊金星さんと九紫火星さんは残念ながら相克の関係、この赤いラインなんですね。で、火は金を溶かすっていうことですね。なので相克の関係なので6泊金星さんから見ると、ちょっと近づきすぎるとちょっとやけどをするみたいな、そんな関係性になります。ですので、もしお互いこうカップルになっている、近くにいるっていうことであれば、自分自身に何か課題があるということですので、そこをしっかり、なぜ私はこの人と一緒にいるのかな、そして自分が今、越えないといけない壁って何なんだろうっていうふうに考えていただいたらいいかなと思います。そして、大事なこととしては、あんまりこう近づきすぎると、ダメージが大きいので、ちゃんと距離を取ることであったり、あとそれぞれの分野にこう分けて、あんまりこう同じ、目標に一緒に向かって行っていると、ぶつかり合うっていうことになるので、それぞれの目標を持っていただくようにしてください。で、ただ、溶かして、金を溶かして違う形に変えてあげるっていうこともできるんですね。なので、やみくもに嫌がるとかじゃなくって、自分を整えてくれる、そういうアドバイスであったり指摘をしてくれる相手かもしれないというふうに見ていただくと、自分の人生でより成長ポイントっていうかね、自分が成長していく課題を見せてくれる人だと思っていただいたらいいかなというふうに思います。で、もし、仕事の関係性だったら、九紫火星さんとっても頭がよくって行動的なんですね。なので、自分がボスで、九紫火星さんが部下だった場合は、やっぱりこう押さえつけないでできるだけ自由にさせてあげる方が、自分の、お仕事頑張ってくれるし、成果も上げてくれます。で、自分がもし部下だった場合っていうのは、この人についていけば間違いないかなと思います。ただ、とてもアグレッシブな行動をする人なので、こう割と地味でコツコツな六泊さんにとっては、そんなことやるんですかみたいなところもあるかもしれないです。ただ九紫火星さんは、誰から見てもちょっと突飛なことだったり、アグレッシブな行動をしていくので、別にそこに完全に従わなくても全然大丈夫です。ただ、ちゃんと組織の中で、やらないといけないことをきちんとこなすっていう風にしていっていただければいいかなと思います。で、今年6がこの位置で、九紫火星がこちらの位置ですね。なのでやっぱりちょっと離れているので、できるだけコミュニケーションを密にとる、普段、言ってる言葉よりもさらにこう説明を増やしてあげて、お互いが誤解がないようなコミュニケーションを心がけるというふうにしてください。で、六泊金星も九紫火星も、幸運期ではあるんですけれども、九紫火星さんは、今年が、9年のサイクルの一番最後で、来年大きく変化していく年になります。で、六泊金星さんはそのまま幸運期が続いていくっていうところなので、来年になればちょっと局面が変わってきて、ちょっとこう、別れがあったりとか、いろんなこうちょっと違った局面になってくるかもしれないですけれど、流れに沿っていただければいいんじゃないかなと思います。はい、では最後までご覧いただきありがとうございます。六泊金星さんと九紫火星さん、相克の関係ということなので、いろんな配慮が必要になりますが、お互いそれぞれの道で自分の歩調を大切にしながら、お相手の、目をつまないっていうね、そういうことを気をつけていただければ、自分の成長ポイントも教えていただける可能性があるので、大切にしてあげてほしいと思います。はい、では毎日動画を配信しております。ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。六泊金星さんシリーズは今日で終わりです。次回は七赤金星さんシリーズが始まりますので、ぜひご覧ください。ではさようなら。